その GR それから LBX モータースポーツ起点のもっといい車作りというのを今やってます。もう本当にサーキットでレースの本番現場それからラリーの現場いろんなところでですねチャレンジもしながら失敗もたくさんしてプロのドライバーそれからマスタードライバーからたくさんのノウハウを吸収しています。まあ、そんな中から今回ですねサーキットでお客さんがより一層モータースポーツを楽しめるサーキットでしっかりお客さんがちゃんとしたパワーで走っていただけるようなことを提供したいなとそういう意味で作りました。サーキットモードのオンオフやセッティングはスマートフォンアプリから行います。サーキットモードは GPS による位置情報からサーキットで作動するように設計されています。機能としてはスピードリミッターの上限値を一時的に引き上げターボラグを解消するアンチラグ制御により再加速時のアクセルレスポンスを向上するなど様々なセッティングを行うことができます。エンジン回転数はデジタル表示に切り替わりシフトアップタイミングを直感的で確実に操作できるように専用のインジケーターを開発しました。サーキットモードの中でも特徴的な機能としてレーシングカーをイメージしたサーキットモード専用メーター表示機能があります。アプリを起動することでシフトタイミングやエンジンの回転数を直感的に理解できるシンプルかつソリッドなメーターに切り替わります。最適なシフトタイミングをナビしてくれるだけでなくサーキットやドライバーの技量に合わせてシフトタイミングまでのリズムをギア比連動方式とタイムカウント方式の2つから選ぶことも可能です。それではサーキットモードでセッティングされた GR ヤリスに乗って実際にサーキットを走ってみたいと思います。アンチラグはアクセルを抜いているときにタービンを回してアクセルを踏み直したときにより素早く加速できるようにする機能です。アクセル踏んだ瞬間の利きなんかがちょっと良かったりしてコーナーを早く曲がった時に回転数を高くキープできたまま立ち上がれてるとか楽しく操るっていう点では良くなると思います。一番タイムアップに大きいのがリミッターカットだと思いますけど本来だったらもうこの辺でリミッター当たってますけどここからまだ先に1キロ近くストレートあるので、まあ、富士を走る上ではもうこれはマストかなと思います。今はギア比連動方式で走ってますけどほとんどの回転域でランプが光ってるので視覚的に今の回転数がどれぐらいなんだっていうのが見て取れるので青に変わったところでシフトアップするんですけど結構青が鮮やかで見やすい色になってるのであまり意識をメーターに持っていかなくてもすぐにタイミングが分かるのですごくいいと思います。タイムカウント方式は前回加速時の到達秒数を1秒、1.5 秒、2秒、3秒から選択することができます。今回は僕のおすすめの 1.5 秒に設定して走ってみましょう。今僕は 1.5 秒ですけど、まあ、2秒とかでもいいのかな。さすがに1秒とかになると結構タイミングが速くなってくるのでちょっと難しいかなとは思います。おすすめ的には 1.5 秒か2秒、それその辺だと思います。ものすごくシンプルで毎回同じリズムであのシフトタイミングを教えてくれるしあの僕はすごく好きだしやりやすいですね。GR ですごくサーキット走ってても楽しめるような、車作り上げてきてるのでよりサーキットを楽しみたいお客さんにこのサーキットモードを使って楽しんでほしいなと思います。サーキットで意のままに車を操る喜び楽しさ
躍動感をもっと多くの方に楽しんでもらいたい、お客様のカーライフを充実させたいという願いがあります。サーキットモードはスマートフォンの操作でお客様の愛車が走りに貪欲なマシーンに一瞬で変わる、公道では得られない体験としてサーキットで車を走らせる感動を届けたいと思っています。アンチラグが効いてる時がもう最高に楽しいですね。押される感じはするんだけれどもアクセルのレスポンスが良くなって、もう今日ちょっとだいぶ気持ちが高まりましたねやっぱインジケーターですね。視界の外から感覚的に分かるんですごい良かったです。車をそう自分で調節しながら走りをこう変えれるっていうか見れるのはちょっと魅力的。なんか行けたらちょっとサーキットやってみたいなって思えるようになりましたサーキット行くとそれだけでもワクワクするんですね。サーキット楽しみたい、もっと楽しみたいっていう人に使ってもらいたいなと。このサーキットモード、まさに今 GR のモデル、そして LBX が鍛えていただいているモータースポーツの現場で、たくさんの仲間が、ドライバーの皆さん、プロドライバー、マスタードライバー、そしてメカニック、エンジニアが必死になって、油にまみれて、開発している中から生まれてきた、モータースポーツ起点の、ソフトウェアになってきてます。車が速く走るだけじゃなくて、そのモータースポーツの現場を体験できる、こんな楽しいものになっております。まだまだこれがゴールではなく改善のスタートになりますので、使ってみていただいて私たちにフィードバックいただけたら、またより一層いいものになっていくと思いますので、皆さんと一緒にこのサーキットモード作り上げていきたいと思います。ぜひご体感いただけたらと思います。